ちは、稲田和真です。はい、今本日はレコーディングのミックス全て終了しましたってお話をしたいと思います。はい、いやー、やっとここにたどり着きまして、実は新しい CD を2017年から実はやっていまして、今2019年ですよね、なんですけれども、いやー、時間かかりました。本当にいろいろなことありました。新しい挑戦でもあったんですけど、ちょっと、やっぱりいろいろと反省はあったんですよね。ちょっと期限をやっぱりしっかり定めなかった自分への反省というのもありまして、いろいろと試行錯誤しまして、いろいろやってきまして、であとはもう自分たちで作るっていうのがありまして、それの挑戦っていうこともあって、でフルアルバムを作りたくて、で1枚目と2枚目はまあ一人で全部やったんですよ。ベースもドラムもギターもタンバリンともう全てやりました。私ピアノは弾けないんですけど、一人で全部やってたんですけどね。でね、3枚目に関しては一人じゃなくて、そのやっぱ一人でその、まあ、ボーカルとかギターはまだいいんですけど、ベースとドラムに関しては限界があるなということがあって、全然テクニックとか言ってもそんな電波の速い曲とかできないっていうのがあったり、ベースもそんなに弾けないんだろうっていうのもあったりしちゃうんですけど、4人で3枚目の CD はやりまして、それはピアニストとドラムとベースと、まあ、私はギターと、まあ、ボーカル、あとコーラスとかやったんですけどね。いや、すごい、いや、すごいものができたなと、正直もう個人的に、私だったら欲しいなと思うぐらいの CD を作りましてですね、オープニングでいつも流しております音楽っていうのが、その新しい CD の、まあ、パロっていう曲を先行配信という形で出しておりますのですけれども、11曲作りましてですね、11曲やっております。で、まあアルバムのタイトルは第2章としました。第2章ですね、第2章というアルバムで11曲なんですよ。で、1曲目に歌に関しては、まあ、すごいパロっていう曲は、割と米が炊けた。割とヒップホップ、アップテンポじゃないんですけど、割と跳ねたリズムのような感じで、結構リズミカルのものを意識して、まあ、作ったんですけれども、他にもいろんな曲を作ったんですよ。私結構同じような感じの曲ってあんまり好きじゃなくて、ちょっとロックンロール寄りな曲もあったり、少し跳ねたような、おつろつろつ跳ねたような曲だったり、バラードがあったり、あと5拍子の曲もありますね。あとハワイっていう曲があるんですけども、それはもうハワイのイメージをした曲であったりとか、まあいろいろ作りましてですね、まあ短い曲は2分台です。2分台の曲は3曲あるんですけど、あとはもう5分台、まあもうほとんど平均全部で48分なんで、1曲は 4.5 分ぐらいだから、まあ、5分の曲もあったり、2分の曲あったり、3分の曲あったりということで、まあ、そんなに長いアルバムではないなということで、11曲やっておりましてございますね。はい、でこれから先ここをどうやって行っていくかっていうことが、まあ、これから先の課題なんですけど、今自分の中で考えてるのは、まあ、よくありますレコ発ってやつですね、まあ、それはやろうかなとは思ってます。やりたいなと、てかむしろめちゃくちゃやりたいですね。めちゃめちゃやりたいなとは思うんですけど、それ以外のちょっとマーケットの仕方を少し変えようかなと思いましてですね、私ライブハウス回ってないんですよ。今ライブハウスを回っても、よく CD を持ってライブハウス回るってことを皆さん多くの方やられてるんですけど、それを今やってないんで、ちょっとやり方変えようかなと思いまして、でそれをどうしようかなっていうのがちょっと今の課題ではありますよね。まだちょっとふわっとしか決めないですけど、まあ、流しやってるんで、もその流しの部分でうまく伝えていくのか、まあ、あとはお昼のイベントとかに出演させていただくので、そこで皆さんにちょっと知ってもらうことをやるのか、あとは通信販売をやったりとか、デジタル配信とかももちろんやりたいなというのも考えたり、ちょっと違うやり方でやりたいなというのがあるので、まあ、その理由としてはやっぱりその方が面白いかなと思いましてですね、まあ、新しい CD は、ね、今の時代 CD が売れないっていうこともやっぱりしっかり理解していかなきゃいけないんですけど、でもそれでもやっぱり文化って残ってるなと思うんですよ。もうそれはもう流しやると思うんですけど、まあ、時代は確かに先に進んでおりますし、 CD が確かに売れないっていうのはもうおっしゃる通りなんですね。なんですけど、やっぱり昔ながらの曲、その CD っていうものに価値があったり、ライブっていうものが良かったりっていうのはやっぱり未だに残っています。それは現場現場で残っている
っていうのはもう見てて思います。だからそこに関してあの皆様にどう伝えていくのかっていうことをあのもう少し現場を見ながらあの普通にライブではない方向として売っていく販売していくっていうことをあの皆さんにも伝えていくっていうこともやっていく、それかつこの YouTube のようにその現代のアプローチということもやりつつ、だから二方向ですね、最低二方向だからリアリティの場所とインターネット上の場所っていうこの二つのアプローチっていうものをどう伝えていくか、まあ、表現していくかで自分の今の活動ということで、まあ、ライブで CD 売ってくるのはあんまり今の時代は合ってないんじゃないかなっていうのが私の考え方なんですよね。いや多分かなり厳しいかなと思います。理由としてはあのチケットが高いからですね、うん、本当にライブハウスで大体チケットって今あのここあの、まあ、言葉で言語化しますとあの、まあ、1500円じゃ多分入れないんですよね。普通2000円とか2500円とかするんですよ。2500円ですよ。2500円でチケットです。でももちろんドリンクとかありますよ。ドリンク1杯500円、まあ、今だから消費税上がったりすると600円とかになるんでしょうか。650円とかあるんかななんですけども、それでも3000円と思いますね。2杯飲んだら、いや4000円ですね。本当に4500円とかなんですけど、かつそれに CD が例えば、まあ、例えばフルアルバムだったとします。であの、まあ、例えば2000円だったとすれば、それに仮に2000円すると6000円ですからね。1夜で6000円取りますからね。これなかなかだなという話なんですけどね。だから CD、 だからそこに CD まで欲しいと思っていても、それはあの買えない理由っていうのはあの CD が、欲しくないからとかそういう理由じゃなくて、もう単純に経済的な問題が多いと思うんですよ。それは別にお金持ちがどうこうっていう話じゃなくて、もうそのもう仕組み上の問題なんですよね。でここをどうやって突破するかっていうことがすごい大事だと思うんですよ。そこさえしっかり仕組みを作っていれば CD は売れると私は思います。やっぱり CD の良さっていうのがあるの で問題は CD を聞く媒体そのものがないんじゃないかなっていうところをどう突破するかっていうことも大事で、だから問題はその自分たちで考えると どこに買っていただくかってことですね。CD の文化はやっぱり今でもあの現場行くとやっぱり買ってる人はいますし、あの実は今回の2枚の CD 以外にも楽曲提供させていただいた CD があるんですよ。あの新たな時代が降りてくるっていうのがありまして、まあ、そこであの1曲、提供しまして、それを CD に販売しているそのあったかファミリーさんという団体が、まあ、いらっしゃるんですけどね。でそこであの1曲、CD 作っていただいてるんですけども、ものすごいすごいんですよあれは。なんでしょう、めちゃめちゃ CD 売れてるみたいで、本当に昨年の8月ぐらい出たのかななんですけど、100枚多分とっくに行ってるんじゃないですかね。もうすごいスピードで行ってましたよ。で私のあの、まあ、顔が乗っているようなものなんですけどね、まあ、これもちょっと画像でお見せしたいと思うんですけど、すごいんですよ本当に。だから年齢層が高い方にそういう手に取っていただくというのと、あとその、あったかファミリーさんのネットワークがめちゃめちゃすごいんですよね。もうすごいなということで、あれはやっぱりちょっとかなり見習う必要があるなっていうのがあるので、まあ、その方々の、まあすごいお世話になってるんですよ。だからあのアベノハルカスで歌を歌ったりとか、あとは、今年に関しましては、3月に姫路に行きます。姫路に、まあ、歌いに行ったりとか、あと5月には広島ですね、福山に行こうと今なっておりましてっていうのがあるので、うん、そういう、まあ、ネットワークを持っていらっしゃる方もいたり、まあ、上の方もそうでした。やっぱりあのなんか聞いた話、まあ、その実際買っていただいた方に聞いたお話ですと、あのお友達にぜひ聞いてほしいということで CD をわざわざ買っていただくということもあったりとかなんですよ。すごいんですよ本当に。そういうのがやっぱりあるんですよね。そういう文化っていうのがあるんで、うん、そこはやっぱりちゃんとあのしっかりあの抑えておく必要があるなと思うんですよね。ということを考えて、まあ一般的なその若者をそのライブとかで売るっていうやり方はちょっとあの方向ベクトルを変えた方がいいのかなというのが思います。まあ私のキャラクターっていうことを考えましても、まああんまり若者というよりはちょっと年齢の上の方は、まあ私あやまでも50代以上の方も、まあ、流しやってるっていうのもあるかもしれないですけど、それが多いのかなっていうのがあるので、うん、そのあたりもちょっと踏まえた上でやっていきたいなっていうのは思いますね。まあそれを差し引いてもやっぱりいいアルバムっていうのは変わらないし、まあ、音源としてもやっぱり、まあ、今の音楽、まあ、ちょっと古いのかもしれないけど、まあ、どういう音楽かっていうのは結構もう分断されています。今すごいあのジャンルがもう幅広くなっている、インターネットがやっぱ広がってるっていうのがあるので、うん、それはなかなか
分からないところなんですけどね、うん、やっていきたいなというの、まあ、あと音楽だけで音楽がいいっていうだけで CD 買うっていう時代も今は違うとは思うので、やっぱり人間として磨く必要があるなっていうのは思います。やっぱ面白いものを常に出していきたいと思いますし、やっぱりそれぞれの芸を磨いていくであったり、まあ、こういう新しいことに挑戦するだったりっていうのが、まあ、今後の課題かなということで、まあ、ちょっと長丁場のお話になりましたが、まあ、CD のそのレコーディング のミックスが終わったということがあって、まあ、ちょっと嬉しくなったんで、まあ、10分動画ということでございましたね。まあそんな感じでございますね。はい、まだまだ挑戦はまだまだやっていきたいと思います。もちろん新しい曲も作っていって、それをまた出していくっていうのもいいんですけど、またやり方を変えると思います。それではまた。熱い新しい思いを一つ、今夜もまた天道もなく、ヒロヒロ汗ほころびるほど唱え続けた同じ言葉に、熱い新しい思いを一つ、今夜もまた熱い新しい思いを一つ。そんなファンへのお知らせでした。稲田川さんでした。これからもロックを続けていきます。時々演歌。じゃあ